高安県は山形県東大北間郡高畑町の高安地区でかつて飼われていた日本県の一種。高畑町にある神社犬の宮の境内に鎮座する狛犬石像からわかる通り、この犬種は犬張子を思わせる体型である。優秀なまたぎ県として熊などの重量や五木量に使われていたが昭和初期に絶滅した。この犬種のルーツは カイの県にあると言われており、犬の宮の伝説によれば、和道年間、カイの国から連れてこられた三毛犬、四毛犬が村人たちを困らせていた化けを無事なを退治したという。作家、戸川幸雄の直木賞受賞作となった、高安県物語は、この犬種の最後の一頭とされた、チンの姿を描いた作品である。戸川は、旧西山形高等学校在学中にこの犬に、 ついて知ったという。この人は最後は犬フィラリア症にかかり死亡したとされる。その後ろ姿だけでも残そうと白星にしようとしたが、白星種の技量が悪く失敗したため、現在は生前の写真が数枚残るのみである。この犬種の先祖となったミケケン四毛犬とは、奇質の通りオウムジナを退治するために、飼いの国から取り寄せた、飼いとされる。 かつての会見は能力を重視して繁殖されていたために毛色が統一されておらずトラゲ以外の毛色を持つ犬も多く存在していた昔の会見の毛色は黒子赤虎中虎以外にも見け四毛というにパターンの混色や白芝の毛色のものがいたこの頃は毛色がトラゲのものをカイトラ剣と呼び他の毛色のものと区別されていたしかし戦後に 検種保存のためスタンダードが設定されると見け、4棒のものは排除されるようになり、姿を消してしまった。ありがとうございます。